回僕とひとみちゃんがやってきたのは宇都宮市二原町にあるシュークリーム専門店シャンベルタン。というわけで早速中に入っていきましょう。あ、こんにちは。こんにちは。わー、美味しそうだな。すごく美味しそうですね。すごいたくさん種類があるんですね。どれにする？じゃあ私一番人気のものってありますか？はい、一番人気は一番シンプルなこちらのムースリーヌというオリジナルのカスタードシュー、これが一番人気です。はい、じゃあ食べますか？はい、はい、お願いします。あとは何にしますか？じゃあどうしよう、みんな美味しそうだから迷ったよね。エルドベアをいただく、はい、さてシュークリームをいただく前にオーナーの南沢さんにシュークリーム専門店を立ち上げようと思ったきっかけについてお聞きしました。お菓子作りに関しましては18の時から始めまして、親が洋菓子屋をやってたものでね、後継ぎということだったんですけども、はい、親の洋菓子の形態とはまた別な形でね、自分なりの形でお店をやりたかったので、当時まだなかったシュークリームの専門店というものをやってみたいなと思って、それで挑戦してみました。はい、それでは2人が美味しいシュークリームをいただきます。ではいただきたいと思います。すごく美味しいです。生地がふわっとしていてクリームがぎっしり詰まっているのですごく甘く感じますね。すごく美味しいです。はい、こちらエルドベアいただきたいと思います。うん、このいちごとこのシュー生地がすごくぴったりで本当に美味しいですね。この甘酸っぱさ。ちなみにこのいちごって何を使ってたんですか？県内産のとちおとめですね。とちおとめですか、はい、ああ、まさに栃木のうまいもんって感じで。星いくつですか？いくつでしょ。おいしい。まだ今のごちそうさまでした。美味しかった。というわけでシュークリーム専門店シャンベルタンは宇都宮市オリオン通りパルコ側からすぐ近くにあります。営業時間は午前10時から午後7時、定休日は月曜日です。ぜひ皆さん足を運んでみてください。以上、こだ散歩、今回は宇都宮市シュークリーム専門店シャンベルタンさんのご紹介でした。왼쪽에 있습니다. 먹고 싶으면 골라봐. 하이. 먹고 싶은 거 먹어. 이거? 먹어. 셰프의 오스스메. 아. 아노 셰프의 오스스메 히토츠토. 하이. 아. 一番人気があるものは何ですか？こちらのムースリーヌになります。カスタードクリームの。あ、そうですか。これ一つ、はい、よしくんさんです。あにゃあにゃ。こうき動けますか？はい、お願いします。はい。
すごく美味しいです。Thank you.